日はね、帰ったっていうか用事があって、後で分かると思うよ多分。はよ誰よ、あれこれ誰、タッチできん、マルトサイクロン、マルトサイクロンさん、ありがとう。まだ1分しか経ってないのにありがとうございます。ありがとね。若干フライング気味。そう、ハズキのね、ハズキがさっきやってたんだけど、絶対過ぎて始まるって言うから1分前から始めて見ました。ふふふ、ラッテ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 、髪ボサボサだよね。違う、さっきガサガサしてたの違うよ。ご飯とかじゃなくてね、買ったものを開けたっていうか、うん、見てた。ありがとう、見に来てくれてありがとうございます。リリカ秋葉原行ってないよ。3人でしょ、ルカとナナセとミリが、なんだっけ、メイド喫茶じゃないかな、アットホームカフェっていうメイドさんとこ行ってた。それが今日ずっとレッスン受けてた。いろんな楽しそうだったよね。萌えがすごかったねえ。テュン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 、こだまりりかちゃんのミクチャデビューです。ありがとうございます。ミクチャデビュー、今日中学卒業したよ。え、早っ。そうなんだ、もう3月か。そっか、おめでとう。中学校卒業、誰だったんだろう、名前見なかった。え、なんかあれ、知らない間にリムジンがちょっとアイアナ、何言った、アイアナさん、アイアナさんありがとうございます。アイアナさん、そして押せないんだけど今日。え、なんでこんなキシキシのボサボサよ。え、止まってる、口開いたまま止まったって、やだ。なんでだろう、止まった、一瞬止まった、もう大丈夫、画質急に落ちた、嘘。ねえ、何、やだやだ、動いた、今はどんな感じ、画質が、え、なんて今大丈夫、何もしてないけど、なんでだろう、放っておいたら勝手に良くなってくれるかな、なんでだろう、変だね。坂本ちゃんご一緒じゃないですよ、もうね、いないんですよ。画質落ちたんだ、まあいいか、なんとかなるね。はずき多分もうご飯食べてるね。確かに食べてそう。じゃあメイク濃いんじゃなくてね、あれなんだ、フィルターがあってさ、ちょっとフィルター変えたらまたなんかカクカクしそう。こういう、あ、ほら、動かない、やめとこ、フィルターが濃いんだよね多分。お腹すいたね、お腹すいた、あるかも。
お腹空いたよ。犬派ですか？犬派です。でも猫もすごい好きよ。猫の可愛さも最近というか前よりすごい分かるようになった。マンチカン飼いたい。リリカは花粉症じゃないです。そう、大丈夫なの。なんか猫アレルギーだけど飼う人多いよね。なんか犬とかもだけどアレルギーだけど飼うっていう人リリカの周りにすごいいる。今日暑かったね、本当に。びっくりした。びっくりしたっていうか、分かってたけど、あったかかったし、天気良かったし。ねえ、今日の気温ずっと続いてほしい。暑すぎないし。いいよね。ファーストのライブに行ってみたいんですけど、中学生っていますか？あ、たまにいる。え、でも中学生、少ないけど、いるよ、全然。来てください、ぜひ。嬉しい。年下って、確かに、少ないかも。来て来て。待ってますよ。3周年行く。あら、ありがとう。3周年来てね。もうちょっとだね。今月ですよ、もう。でもその前にルカの誕生日と生誕イベントもあるね。ちちちちち楽しみ。3周年行くよって、嬉しい、ありがとうね。ねえ、結成3周年おめでたい日になりますね、きっと。4周年行くよ。4周年もね、来てね、本当に。プラネットもね、そう、結構日にちも出たよね。とかプラネットの方も4月にあるんだけど、そう、その打ち合わせとか内容もね、もう結構やってるんですよ。楽しみ、本当に本当に。え、これなんかリュウカが知らない。数々ありがとう。前もくれてるね、数々ありがとう。伊藤ちゃんリプでも言ってくれてたね。ありがとうね、伊藤ちゃん、いつも。リリカちゃんの生誕行くよ。なんか生誕の話多い。リリカちゃんの生誕ね、やるかね。やることになったら来てね、本当に。でもルカのね、今回の生誕言えないけどね、結構いつもと違う、いつもとっていうか今までのと全然違う感じになってますので。あかねちゃん、あら、あかねちゃん、ありがとう。ありがとう、あかねちゃん。いつもと違う感じなんで、ルカのも、でも、追加のやつもソールドアウトしちゃったのかな？ぽいけど、来てくれる人は、楽しみにしててください。楽しみ。ねえ、楽しみだね。楽しみ、リリカも。ルカの誕生日プレゼント何かを。今日すごい。誰よ。大輔くん。大輔くん、ありがとう。目のアイコンだからすぐ分かった。ありがとう、大輔くん。しちゃった。
ルカのタンプレ、オラキオさんあげてたからな、ジェル。リリカちゃん推し、ひとみちゃん、ありがとう。すごい、車がたくさん走ってる。ブロン、リリカのアイコンだ。ブロン、ありがとう、ブロン。ありがとうございます。ありがとうね、いつも。リップも見てるよ、ちゃんと。今日ホワイトデーなんだもんね。さっき買い物しててさ、なんかすごいチョコ売ってんなって思ったら、ホワイトデーなんだもんね。チョコ食べましたかい、みんな。食べた？チョコもらう、チョコもらうください。おせんべい食べた。おせんべい食べたの。ちゃんとお返ししてきたよ、えらい。いいやん、いいやん。ホワイトチョコなんて食べてない。食べたやん、絶対。いいな、ホワイトチョコ好き。チョコじゃなくてスコーンもらった。おしゃれ。今日はただの水曜日だよ。確かに今日はただの水曜日。確かにね。チョコくれって、リコもチョコ欲しいよ。なんならバレンタインもホワイトデーも回収する係の方が好きだよ、リコは。でももう今年っていうか、上京してからこっちにさ友達があんまりいないから、地元が札幌なんですけど、だから、お返ししてないの。しなきゃダメだよ、もらったらちゃんとしてあげて。そう、それでなんか中学生の頃は中学校の友達とかと、それこそ友チョコみたいなあげたりしてた気がするけど、もうメンバーとスタッフさんにしかあげなかったな。だから今日はなんかそれぞれ仕事あったりしたんだけど、会わなかったから、スタッフさんに。昨日いただきました、回収しました。マスターならあげたかも。待ってるよ。食べ物ダメか。リリカちゃんにあげたい人生だった。もらいたい人生だったり、リリカも。くしゃみだった。リリカのくしゃみじゃないよ。外の人のね。誰だ？こうせいくん。こうせいくん。ありがとう、こうせいくん。毎回じゃないか、コウセイくん結構ミクちゃん見てくれてるよね、ありがとう。なんかちょっとリリカがくしゃみしたわけじゃないの、なんか恥ずかしくなるやん、くしゃみ。いや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 、今日のリップはレブロンのマットのやつ。ちょっと本当にね、女の子におすすめして、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。このリリカが映ってない間にきっと視聴者が減るだろうな。マットは誰かもしれません。はい、これ、リリカどっち使ってるかな。こっちが多いけど、このやつすごい本当にね、いいよ。すごいおすすめだから、女の子のみんな買った方がいい。なんかめっちゃ髪聞こえない。この声も聞こえたら恥ずかしいから言えないけど、いいよ、全然落ちないし、マットになるし。男が塗ってもいいですか。ちょっとダメかもしれない、色が濃いから。レブロンは明日みんな使ってる。でもリリカがこのタイプすごいいいよって言ってから、ナナセも買ったし、ルカも多分買ったか買うかしてて、ミリも持ってて、本当に
ゆりかは一番使ってるのは18番。濃い、ちょっと濃いけどいいよ、すごいっていう女の子向けの話でした。よいしょ。鼻周りに塗る花粉症対策グッズはね、知らないな。花粉症のグッズは何も知らないですね。でもあれ、なんか花粉症用のメガネとかあるんだよね。すごいね。島さんありがとう。島さんコメントもいっぱいありがとうね。これさ、あのリリカいつもさ、名前より先にコメント読んじゃってさ、名前をあんま気にせず読んじゃうことがあるからさ、なんか同じ人ばっかり読んでたらごめんね。名前で選んでるわけじゃないからね、本当に。誰だ誰だ、アイコン外れてる。ハーキリリカとミリのやつだ、すごい。ハーキさんありがとう。ハーキさん、ホワイトデーに欲しいお菓子ランキング教えて。なんだろう、ホワイトデーに欲しいお菓子ランキング。なんでも嬉しいな。なんだろう、美味しいものだったら何でも嬉しいよ参考にならないやつ確かにホワイトで何もらったりしてか知りたい。知りたいの？なんだろう、なんだろう。でもあれだよね、あの食べ物あげる人と物あげる人いるよね。あれいない？そういうパターンに分かれる、ざっくりホワイトチョコが なんだ。そうなんだ。私はハンカチです。食べ物と物ってどっちの方がいい？どっちがいいんだろうね。でもなんか物の方が残るから嬉しいんじゃないかな。どうなんだろう。いやでもそれは本当人によるかもね。難しいね。関係性とか距離感による。確かにそれはそうかも。ゆかちゃんにお高いもの買わされそうで買わせません買わせません。ハンドクリームとか、ああね、なるほどね面白いな。ホワイトデーとか普通の平日、それはそう、本当にそう。現金がいい、やめてなんでも嬉しいよ、本当にそういうもの。唐揚げ？唐揚げはないでしょ男の子も絶対あげないよ唐揚げね。そういうの来たら逆にびっくりして嬉しいってなるかもね。ドラムセット送りつける、うわ大歓迎。家に置く場所ないけど髪の毛って染めたいとしたら何色にする？なんだろう、あんまり染めたいって思わないけどな。でもあのもともとすごい茶色いから茶色にしたいとも思わないし、なんだろう、ハイライト入れてみたいな。でもやるとしたらね、ハイライト入れてみたい。パステルブルーやだパステルブルー、なんかおしゃれに入ってる人はいいよね、青とか。いいか、似合わなさそうだもん。メッシュね
や似合う人はめっちゃかっこいいよ、そういう青とかでもメッシュでも。髪色って本当に人によるよね、似合う。あ、りんちゃん、りんさん、りんくん、りんさん、ありがとう。りんさんだよね、ありがとう。りんさん、髪色難しいよね。なんかさ、もう白とかさ、真っ白とかたまにいるじゃん。なんか似合う人なんてもう自分が似合うって思わなきゃ白とかあんまりできなくない？挑戦もできるけどさ、白とかしてる人すごいなって、似合うなって思う。茶色に染めたい。へえ、緑にしたい。そうなんだ。リリカが真っ黒だったら逆にどうしたのってなると思う。黒、真っ黒想像つかないの。ねえ、ブリーチが痛そうだよね。白とかもう何回頭皮を痛めつけるのって思う。ミリぐらいの色ね。でもミリ、あのワースト結成してすぐぐらいの時すごい明るかったたんですよ。めっちゃ金に近いぐらい色落ちた時すごい明るかったの。そう、みんななんかリリカとルカは染めてないけど、もともと地毛が茶色くて茶色くなってて、ミリと七瀬もかな、染めてるけど暗い色だから、みんななんか髪色が似てる。葉月だけめっちゃ真っ黒みたいな今感じだよね。ブリーチ毎回涙目になる。そうなんだ、痛そう。もうブリーチって聞いただけで頭痛くなりそう。前髪分けないの？ねえ、なんかおでこ狭いから分けたら比率が気持ち悪いんだよね、自分の中で。でもあれなんだよ、ワースターそれこそ結成してお披露目するまでに1ヶ月あったの。その1ヶ月の間にリリカと、あ、葉月は前髪、リリカが前髪伸ばすキャラで前髪ないキャラにしようとしてた。会社と話して離婚したいってなって、でもうこの辺まで伸びてずっと分けてたんだけど邪魔になっちゃって、もうお披露目したらしばらくこの前髪流した状態で行かなきゃいけないってなって、お披露目のほんとギリギリに前髪切っちゃった。そう、もしそこで前髪ないキャラやってたら今もなかったかもしれない。わかんないけど、そうなんだ。どこの人は黒髪それとも茶色がいい？どっちだろう。似合ってればいいと思うけど、茶色、暗い茶色の人好きよ割と。いや黒も好きだな、何でも好き。似合ってればいいと思う、女の子も。おすすめのアイシャドウ、シャドウか、なんだろうな、シャドウ、シャドウ、でもジル使ってる人多いよね。今日はデコ出しません。みんなめっちゃスクショしたもん前回。思ったよりスクショがね、あのツイッターに載っててね、世の中にさらされてて、いやスクショってすごいなって思った、本当に。眉毛はキャンメイクかな。もうプチプラのものも全然持ってるよりか。
おせこに何かついてるよ。うまいな。眉毛染めよう。眉毛染めるのは痛くないの？髪は痛いって聞くけど。ピアスじゃない、イヤリングだよ。これもらった。納豆に砂糖入れるタイプですか？入れないタイプです。砂糖入れたことないかも。あ、プチ猫ちゃんだ。ありがとう、プチ猫ちゃん。いつもありがとう、本当にいっぱいね、いつも見てくれてる、ありがとう。眉毛痛くないんだ。そうなんだ。体調良くないと染められないからね。聞いたことある。あ、じゃあ眉毛は分かんないけど、なんか体調によってブリーチ痛い時と痛くない時があるみたいな、聞いたことある。納豆にからし入れない。髪の毛と納豆の話行き来しちゃうね。コメントがさ、時差あるからさ。納豆はあれですよ、ついてる醤油入れる、それぐらいかな。目玉焼きは醤油、うん、醤油が多いね。なんか暗くなって、あ、充電がないんか。なんかどんどん暗くなっていくなって思ったら、ミクシャのライト、そういうことなんだ。あ、充電しろということですね。そうなんだ。こんな弱くなるんだ。切っちゃおう。あ、ミリも言ってた。そう、スタジオ近いのだから聞こえちゃうんだよね。もうちょっとで終わりにしますね。なんか最後に何でもどうぞ。カモン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 。久しぶりに動いてるリルカ見れた。動いてるよ、ちゃんと毎日。おお、前髪はどうやって巻いてますか？アイロンで巻いてます。ストレートの方。ブリッコポーズして、ブリッコポーズして。ゆで卵が固いで半熟半熟。泣き袋いいっすね。あざます。ウインク、ウインクできないねんな。京都に置いて、京都に行くよ、いつか。じゃあ行きたい、本当に。優勝やった。ワースト3年経ってみてどう？あっという間だね。これからもっと頑張んない。もう桜見たか？見てない。桜見てないね。もう咲いてるな。生ハムハ、ハムハ、生ハムハ、ハムハ、生ハムハ。沖縄行けそう。行きたいってずっと言ってる。もう言うしかないだから、言ってこう、ずっと沖縄行きたいですって。猫耳つけてるから猫の真似できないわ。猫の真似下手くそになった。全然できなくなっちゃった。やろうとする努力。沖縄行きたいね。
もうみんな必死のフォローしてくれてる。に似てるよ、似てるよって。ありがとう。口笛吹けるようになってない。もうちょっと目そりおでこは出しません。よし、そろそろいいかな、そろそろいいかな、そろそろ、初めて30分超えた。32分もやってる。泳げる？息継ぎはできない。あるよ、いつも。また止まったの？そろそろやめますよ。じゃあ止まるんだって。やめるね。ありがとう、いっぱい見てくれて。またいつ、次いつやるっけ。次はいつだっけ、全然覚えてないよ。またもう一回今週中にやるので。いつだっけな、金土どっちかだった気がする、多分。またその日にお知らせするので、もし見れたら見てください。よし、それではまた次回お会いできる方はみくちゃでお会いしましょう。ありがとう、いっぱいコメントもギフトもありがとね。また見てください。バイバーイ。ありがとう。